今日未明、神戸市垂水区の集合住宅で火事があり、住人とみられる50代くらいの男性が死亡しました。今日午前3時半ごろ、神戸市垂水区城ヶ山にある2階建ての集合住宅で、非常ベルが鳴り、白煙が充満していると、別の部屋の住人から消防に通報がありました。消防車13台が駆けつけ、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で2階の一室が全焼、部屋から50代くらいの男性が心肺停止の状態で見つかり、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、この部屋に住む男性と連絡が取れていないということで、亡くなった男性の身元の確認を進めるとともに、出火の原因を調べています。